医愛女子中学校、高等学校は、北海道函館市杉並町に所在し中高一貫教育を提供する私立女子中学校、高等学校。平設混合型中高一貫校で、略称は愛中愛校、医愛女子、医愛。明治期に創設されたミッションスクールで、日本人により創設された女子校より古い学校の一つであり、東北地方医北では、 最古の女子校である。安政後過酷条約により、日本で初めて開校した市の一つ箱立てで、アメリカメソジスト教会牧師メリマンハリス夫妻が、女子教育の必要性を強く感じ、アメリカで発行されている、メソジスト監督派教会婦人伝道局の機関誌に、現状と学校が必要であることを報告して、創設された学校である。創設時は、 日々学校という私塾で6人の女学生でスタートした。1882年、文部省認可の正式な女学校、カロラインライトメモリアルスクールとなる。公明を意外としたのは1885年のことである。これには、設立時の経緯が大きく関わっている。デイスクールはメリマン・ハリス夫妻の報告に心を打たれた。 アメリカのカロライン・ライト夫人の献金によるものである。ライト夫人は、最愛の娘を病気で失い、悲しみに暮れていた。敬験なクリスチャンであるライト夫人は昇天された、マナ娘への祈りと神へのご恩に報いるために、そして良き奉仕として、マナ娘の教育資金にと貯めていたお金を、献金として申し出た。カロライン・ライトメモリアルスクールから覚えやすい。 日本語の公明が望まれるようになり、文学者、内藤成きに、本校創立の行きさつを知らせて、公明選定を依頼し、居合の名が生まれた。キリスト教精神を信条とするプロテスタントのミッションスクールである。三大精神を、信仰、犠牲、奉仕とし女子教育を行っている。入試は、函館と札幌、帯広、北見で実施され、 道内各地からを募集するため、慰安寮を設置している。明治初期に、全国の開校都市で創設された、ミッションスクールの中でも、有数の歴史を持つ。北海道では、札幌市所在の富士女子中学校、高等学校と共に双壁を成す、女子校として知られる。オハイオ州出身のアメリカメソジスト教会牧師。明治6年、妻、フローラ・ハリスと共に来日。 1874年に起箱、キリスト教を伝え、イアイ女学校の前身である日々学校を開設するとともに、アメリカ合衆国領事も兼ねた。また、英語教師として札幌農学校においても教鞭を取った。1877年4月に、ウィリアム・スミス・クラーク博士が、ハリスに札幌農学校1期生の信仰的指導を仰いだ。 1877年9月2日、クラーク博士門下の札幌農学校の第一期生、佐藤昇会、大島政権ら15人に洗礼を授け、続いて1878年6月2日に第二期生の内村肝三、ニ戸ベイナ宮部金吾らの7名にも洗礼を授けた。イアイ女子は東北伊北最古の女学校で、歴史的建築物は国の文化財指定。 または、登録を数多く受けている。校舎は、国の重要文化財に指定されている、本館、高等部の教室が入っている、新館、食堂などが入っている、ライト館、チャペルや、理科室、および放送室などが入っている、科学館、中学部の教室、および新設の図書館が入っている、東館からなる。さらに、通称ホワイトハウスと呼ばれ、親しまれている、 旧夜女学校選教師館登録有形文化財の行動、作動のための和室や同窓会室のある社音館がある。1930年に制定されて以来の伝統のあるセーラー服となっている。中古同じデザイン。夏服は白色のセーラー服に紺のプリーツスカート。冬服は上下ともに紺色となる。セーラー服に入り、胸当て。 袖口には白い三本線が入っている。スカーフは非常に目立つ赤となっており、本校自ら制服のポイントとして挙げている。また、スカートのプリーツは全面中央が幅広の前日だとなっている。これは袴をデザインしたものだからだという。渡辺真由が全国の制服を着用した姿を掲載した写真集。 渡辺真由制服図鑑最後の制服を発売するにあたり、日本全国から可愛い制服写真を集英者が募集したところ、同行の制服が採用され、写真集に含まれることとなった。函館港のが異国、クルーズ客船機構時に、英語化生徒が通訳ボランティアとして受け入れに関わり、 観光案内や学校を開放して書道や茶道の体験メニューを提供するなど市民レベルからの国際交流の推進や日本文化の発信、魅力ある地域づくりに貢献したとして2015年10月に国土交通省観光庁から第7回観光庁長官表彰を受賞した。ありがとうございます。